価値税の引き下げが始まったドイツ。こちらはスーパーの広告なんですが、ご覧ください。大々的に値下げをアピールしています。ドイツでは新型コロナウイルスの影響で深刻な打撃を受ける経済への対策として、日本の消費税にあたる付加価値税の引き下げが始まりました。半年間の限定措置が景気の回復につながるか注目されています。